スイムどうでした？あ、スイムは泳ぎやすかったです。ていうか、今までトライアスロンの大会で前日に練習するってできなかったんですね。で今回はこういう試合があって、で一周昨日泳げたので水温も確認できたし、目標物も確認できたし、みんなこんな波がすごくって、もうすごいやられてたんですよ。今タタさんみたいに言った選手って初めてなんです本当、スイムね、みんなバテてたんです。じゃあもっと頑張ればよかったのあれは、うん、そうです、まあ、さんにとってはあのうねりはもうね、新島もね、そうなんですよ、新島あれに比べたら、ね、全然さざ波みたいな、そう本当にだから一つ一つの経験が本当につながってるんだなって、うん、思いますね、はい、頑張ろうありがとうございました。またありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ今回は